アツアット堂の駅全国制覇者さん配信を開始しました。アツアット堂の駅全国制覇者さん、次はおこっぺ。タカさん来た来た、よいしょ。タカにも見せとっか。さゆまるさんをか。ルート500メートル先、右方向です。さゆまるさん、ダメだ、酒も綺麗じゃないし。ほらカニ。え、ダメだった？なんかイマイチなんだ。タカさんカニ。イマイチだったんだ。残念だったな。そういうもんなのかな。難しいね。やっぱりそうやって綺麗なものを買ってこないダメなのかな、自分で。さゆまるさん、まだできてないけど。そうか。出来上がりだね。問題はね。さゆまるさん、鮭の色が味地味すぎて。さゆまるさん、茶色いわら。でもいいんじゃない、それ味が入ってるみたいな感じで、それに関してはいいんじゃない。さゆまるさん、配信見てて取り出すの忘れてて。嘘。タカさん、茶色。なんか俺が悪いね。ルートを再検索します。まもなく右方向です。さゆまるさん、松のせい。なんかごめんなさい。さゆまるさん、いくらも赤くないし。うん。さゆまるさん、醤油に浸かりすぎわら。うん。それどうだったっけな、バラバラにすれば結構。バラしたら大した気にならないような気がするけどな。バラ子だから。タカさん、さゆ。さゆまるさん、バラしてある。ゴンタくんさん、さけくら。うん。さゆまるさん、そ。くんさんも、もしかして腹こめし。さゆまるさん、アイコンナイス。白は日本のない、バラ。さゆまるさん、そ腹こめし。さゆまるさん、芋むきます。はい。ルート500メートル先、右方向です。タカさん、日本ある。セブンイレブンで何か買ってっかな。ゴンタくんさん、ギャー大好物3本の指に入る腹こめし。俺大好物って何なんだろうな。まもなく右方向です。俺の大好物。さゆまるさん、日本がいいな。味噌ラーメンとあんかけ焼きそば。さゆまるさん、さゆも大好物わら。あと、海カニ。左方向です。
さん日本屋だ。ご飯買っていくね。ご飯買ってきます。トンタくんさんすみません、炊飯器ごと送ってください。さゆまるさん日本のでよろ。いかずきさん人参どうぞ。さゆまるさん炊飯器壊れてますがわら。トンタくんさんそうだった。仕事が終わったら高速飛ばしますわら。さゆまるさん急いで食べますわら。トンタくんさんは17時だ、雑務してきます。さゆまるさんテラー、ベリーベリーラズベリーさん、ゴブサターンからのグーグー。さゆまるさんベリーちゃん久しぶり。さゆまるさんナイス。ベリーベリーラズベリーさん置かせてください。ベリーベリーラズベリーさんお久しぶりです。
ベリーベリーラズベリーさん松さんは、キャレット王、どこ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 、キャレット王、どこ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 。さゆまるさんご飯買ってるよあ、ベリちゃんいらっしゃい。よいしょ。おでん買ってきちゃった、セブン。久しぶり。ベリーベリーラズベリーさんおかえり。ただいま。さゆまるさんおか。すいません、大根と卵のおでんを買ってしまいました。ありがとうございます。これで気持ちよく寝床に向かって走れる。ベリーベリーラズベリーさんありがとうございます。よいしょ。あれ、ベリちゃんなんだっけ、配信あれなんか出てんだっけ、またなんかやるっちったよね。さん、松さん、皆さん、こんにちは。こんばんは。マイナス1度だって。寒いな。まあ、雪ないだけいいやな。ルート500メートル先、左方向です。さゆまるさん、くずちゃん、ばんちゃ。ベリーベリーラズベリーさん、さみーな。クズちゃんさん、めちゃくちゃ寒いですね。うん、タカさん、雪あるんだけど、わら雪ないところに来たもん、俺。
逃げてきた、逃げるように来たもん、こっち左方向です。やだな、雪跡ってやだな。高さん寒いな、寒いよな。高さんストーブつけた。おう、くずちゃんさんタイヤは履き替え済みですか。うん、履いてな、ちょっとスタッドレスじゃないとね、死んでるよ今頃。もうどっかの溝に落ちて助けてくれってやってっかもしれない。夏タイヤだったら真っ白のところ走ってたもんだ。くずちゃんさん凍るんですね、さすがです。まだ車中泊じゃないですよね。え、車中泊だよずっと。何言ってんですか。いつでもどこでも車中泊。くずちゃんさん、凍えそう。意外にね、ちゃんと装備はねきちんとしてるからね大丈夫。気をつ。マサとプラス R さん、人参。人参。さゆまるさん、買ったかった。買ったかった。里芋硬い、里芋って硬いって、柔らかいイメージしかないんだけど。さゆまる山椒のまま剥いたから。あ、生のままね。くずちゃん
ンさん里芋のアンダーバーキおつです。ね、皮むきアンダーワール皮ってダメなの。さゆまるさんアンダーバーわら。さゆまるさん皮むき。皮むきだ。あれ？さゆまるさん皮むき。なんだか。さゆまるさんアンダーバーキ。くずちゃんさん皮がアンダーバーわら。さゆまるさん漢字だとダメなんだわら。なるほどね。ルート300m先、右方向です。そういうことなんですね。さゆまるさん皮むきなら大丈夫。さゆまるさんアンダーバーキ。まもなく右方向です。めんどくさいことがあるのね。たかさん皮むきむきして。皮むきむき。皮むきむき。ちょっと可愛く言ってみたけどどう？さゆまるさんムキムキした。さゆまるさんキモ。もうそ最近そのキモっていう言葉にちょっと快感を覚えてる。クズちゃんさんかはムキムキは大丈夫なんですね。さゆまるさんわら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 。さゆまるさんやばくねわら。やばい。さゆまるさんド M か。だいぶやばいくなってきたけどね。さゆまるさんさゆがあまりに言うから変わら。うん。くずちゃんさん松さんの M。 たかさん皮むいて。さゆまるさんチビに言われたよ。ママ30回は言ってたよって。何キモって。さゆまるさんたかが言うのやだ。さゆまるさんうんわら。それを聞いててチビはなんて言ってたの。ちょっと言い過ぎじゃないかと思ってたの。どう思ってたの。さゆまるさんチビもキモって言ってたやん。あ、そうか。そう。残念。さゆまるさん私はキッショって何回も言ったって言ってたわら。キッショ。さゆまるさん大変ですね。大変ですね。ということでね、今日はねこの枠で終わりますけどね。明日は宗谷岬、稚内で、これをどうやって降りていくかちょっと悩んでます。留萌川降りないで。旭川方面行くかなって思ってるんだけど、宗谷から旭川に抜けて層雲峡とかあっち側を取ろうかなと思ってます。いや、どうなの、どっちがいいかな。日本海行った方がいいかな。明後日になると溶けるっていう話だからな。木金。
どっちだな。ちょっと旭川方面は雪が多そうだ、多そうだよな。ちょっと悩んでろ。ちょっと悩んでみます。内の方に行くのは間違いないです。くずちゃんさん大変ですね、はい、さゆまるさんりょそうや岬もしっかり行きたいと思います。なりました。ベリーベリーラズベリーさん、宗谷岬は北海道のてっぺん。そうそうそう、最北端の岬だね。さゆまるさん、東大ナイサー。東大ナイサー。ラズベリーさん、稚内の先か。稚内っていうか何やろ、北海道って若干左落ちでしょ。だからね、どうなんだろうな。微妙ね、まあ、あの辺ちょっと微妙だよね。本当に最北端かって言われたら、うん、みたいなこんな感じもしないじゃない。稚内の方が最北端じゃねえのかみたいな。もしくは礼文島の方、礼文島の西上止まりの方が最北端じゃねえかとかっていうね。ベリーベリーラズベリーさん、今日ジンギスカンです。あ、いいね。何、あのメロカスのところから買ったジンギスカン、もしかして。ベリーベリーラズベリーさん、メロン来た時に売ってた松尾の。あ、松尾ジンギスカンね。かって言ったらしょっぱめのやつか。うん、松尾さんね、美味しいけどね、結構独特だから。どこだかな。でも味付きだからいけると思います。もやしと一緒に食べてください。ラズベリーさん、はい。はい。さゆまるさん、病お乳。くずちゃんさん、お乳。さゆまるさん、皆さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。